ミクロ経済学の力、カンドリ・ミキはじめに、経済、価格、利潤、税金、保険。こう言うと、新規臭いお金儲けの話か、できたら聞きたくないな、と思わないでしょうか。しかし、我々が生活する上で、日々当たり前と思って接している、手垢にまみれたこうした事柄を、深く深く掘っていくと、クリスタルの結晶にも似た、驚くべきメカニズム、社会を動かす仕組みが発掘できるのです。 それを見てみたいと思いませんか実際、社会人1000人が考える、今、学ぶべき教養ランキングを見ると、1位、日本史全般。2位、経済学。3位、日本文化の知識。4位、世界史全般。5位、現代文学全般。となっています1。実社会で活躍する人々が、経済学を、今、学ぶべきと感じているということは、日々の実務経験だけではわからない。 社会を動かしている何かがありそうだ。それを体系的な知識として身につけてみたい。と通感しているということでしょう。こう聞くと、学生諸君も今のうちから社会を見る力を体系的に身につけておきたい。と思うのではないでしょうか。私に任せなさい。本書は経済学の予備知識を全く前提とせず、経済学の本質的な内容を一からかなり高度な内容までこれだけ読めば必ずわかるように。 特別に工夫して書かれたもので、想定する読者は、経済学を学ぶ大学生、大学院生、のみならず、次のような人たちも含みます。経済政策を担当するために最低限必要な技術と知識を身につけようという官僚や政治家、経済を担当するマスコミ関係者で、国際標準の経済知識をきちんと持っておきたいと思っている人、もう一度経済学を体系的に学びたいと思っているビジネスパーソン、 時事問題や日本の進路など、天下国家を論じてみたい。そのためには、経済の基本的な仕組みをしっかり知っておきたいと思っている人。シンクタンクや官長で、経済分析を担当するエコノミストで、経済学の基本を押さえるハンドブックが必要であると思っている人。経済学専攻ではない、なかったが、経済学を知ってみたいという人。知的好奇心にあふれた高校2.3年生。このような一般の読者にも読めるようになっていますが、本書は、 お手軽なハウツーものではなく、経済学の標準的な内容をきっちりと網羅したものになっています。具体的には、本書は、私が長年にわたって行ってきた、東京大学経済学部の基本科目である、ミクロ経済学の講義を元にしたものです。講義の対象は、これから経済学を専攻することが決まった、学部の2年生ですが、比較的進んだ内容まで、一からわかりやすく教えることが伝統となっており、 学部の中、上級から大学院初級くらいまでの内容をカバーしています。2年生向けに、初めから、比較的高度な内容を教える伝統が、我々にあるのには、理由があります。それは、経済学的な考え方を身につけ、その本当の面白さと有用性を体感するには、ある程度進んだ内容までをしっかり理解することが大変有効だからです。経済学は、100年以上の試行錯誤の末、混沌としているように見える現実の一面が、 理論モデルを使って明快に捉えることができるということを明らかにしました。ミクロ経済学の醍醐味は、こんなもの、理論モデルを使ってあんなこと、現実がわかるのか、という、めまいがするような発見です。こうした醍醐味を味わってもらうために、本書では、次の点に、特別の工夫が凝らしてあります。経済学の中核にある理論モデルを、がっつりと正面から学びますが、この本だけをじっくり読めば、必ず理解できるように、 徹底的にわかりやすく解説します。予備知識についても、文化系の高校2年の数学で習った内容をぼんやりと覚えていればわかるように、必要な数学は、その都度、その場で、一から解説するように心がけました。これまでのミクロ経済学の教科書が、理論モデルの解説に終始して、現実との関係を軽視してきたことに対し、本書では、ミクロ経済学の理論モデルに当てはまる現実の事例をたくさん、そして詳しく紹介します。 現実の企業、東北電力の限界費用と平均費用、ピグー税の実例としてのロンドン混雑制、ナッシュ近郊の実例としての浜松市周辺の交通量、囚人のジレンマの実例としてのリニエンシー制度、などです。PXYI の事例一覧を見てください。グローバリズムはなぜ起こるのか、TPP に参加することの利点と問題点とは何なのか、新自由主義と反グローバリズムの思想的対立をどう見たらよいか、などの、時事問題や社会思想の問題に、 経済理論が鋭い洞察を与えることを示します。書き方としては、読んでいてドライブ感があるものを目指しました。プロの学者は、七面倒くさい自分の専門分野の細々とした事項をしっかり身につけるために、自分なりのストーリーのようなものを組み立てて理解しています。こうしたストーリー性があって、初めて集中力を要求する面倒くさいことが、すっきりと頭に入るわけです。著者がこれまでに学んだいくつかの優れた教科書は、 おしのべて書き手が教える内容を理解する際のストーリーの展開が見えてくるものでした。まるでストーリーがあるように、どんどん話が展開していって、読み出すと止まらなくなる。こういったものを目標にしてみましたが、果たしてどれだけ成功しているでしょうか。本書を読んで、一人でも、多く、の人が、経済学の考え方を身につけて、世界の見方が変わった。と、実感できるようになることを願ってやみません。また、我が国では、 様々な事情から経済政策を担当する政治家や官僚、そしてそれを評価するマスコミが経済学の正確な知識を持っていないのが現状です。経済学の正確な理解をもとに社会問題を考えることをエコノミックリテラシーを持つと言います。多くの市民がエコノミックリテラシーを持つきっかけを本書が作ることができれば著者としては嬉しい限りです。本書を使われる先生方へ、あるいは 経済学を学ぶ上での本書の位置づけを知りたい読者へ。大学1年生向けの経済学入門や初級ミクロ経済学に続いて、経済学部生が卒業までに学ぶべき中級、上級向けの教科書、すなわち、経済学で本質的な役割を果たす数理モデルをきちんと説明したものには、大きな問題があると著者は感じており、それを乗り越えるための新しいスタイルの教科書を書きたいというのが本書執筆の動機である。このことを、 料理に例えて分かりやすく述べてみよう。料理と包丁、経済分析とは、切れ味の鋭い包丁で、現実を見事にさばいて料理を作り上げることに似ている。この包丁に当たるのが経済理論であり、料理が現実の経済現象の説明や、経済予測、経済政策の立案や評価である。経済学部生や、経済学の考え方を身につけたいと思っている一般の人たちが一番知りたいと思うのは、経済理論という包丁を使えば、 どんなに素晴らしい料理ができるのかということであろう。ところが、現状の、多く、の中、上級の教科書の問題点は、それらが、ずらりと並んだ包丁、理論モデルのカタログと使い方マニュアル、になってしまっており、肝心の、どんな料理ができるのか、がほとんど書かれていないということである。こうなってしまった理由は、中、上級の教科書の究極の目的は、 その内容を大学院で教えるミクロ経済学になるべく近づけることであるというとんでもない誤解である。大学院の目的は研究者の要請であるので、そこで要求されるのは各種理論モデルを論文の中で正確に操作する技術を身につけ、さらには新たなモデルを開発することである。このため、大学院1年目のミクロ経済学では、まさに包丁、理論モデルのカタログと使い方マニュアルを徹底して学ぶことになる。 それはそれで良い。しかしながら、学部レベルでの究極の目的は全く違う。学部生や、経済学に興味を持つ一般の人は、プロの料理人、経済学者になるのではなく、お客さんとして、さあ、どんなに素晴らしい、料理、経済学の成果が出てくるのかな、と期待しているのだ。そんな人たちに向かって、こんな包丁もあります。これは、最新式で、こんな風に切れますなどと、包丁の説明ばかり、延々とやっていたのでは、 一部の包丁マニア、理論付きの少数の学生たち以外の、真っ当な人たちは失望するばかりである。残念ながら、多く、の中、上級向けの教科書は、まさに、そのような場違いな説明をするものになってしまっている。ストロボ写真を、経済学にも、そこで、本書が取ったイノベーションとは、次のようなことである。初級の学習が終わって、次の段階に進むためには、これまで、 の中、上級の教科書がカバーしているようなプロ仕様に近い包丁、進んだ理論の説明は、どうしても必要である。したがって、カバーする内容は、これまでと同じ、極めて標準的なものを踏襲する。しかし、各種の包丁理論を説明する際には、それを使うと、どんな料理ができるか、ということを、理論とよく合致することが、十分納得できるような現実の事例を提示することによって明らかにする、ということである。例を挙げてみよう。 有事型の平均費用と右上がりの限界費用の図をさっと書いて終わり、ではなく、東北電力のプラントレベルのデータから積み上げて計算した限界費用曲線の実例を見せる。第2章2.2説、D 項。需要曲線と供給曲線を適当に描いて、この三角形の部分が地下重ですという、今一つ現実感を伴わない経済政策の分析ではなく、各種のデータから、どうやって、地下重の大きさを割り出すことができるかがわかるようにして、 TPP と米の自由化を評価する。つまり、部分均衡分析を使った本格的な経済分析の実例を見せる。第3章3.2節ゲーム理論では、仮想的な数値例を出すばかりの教科書がほとんどであったのに対し、浜松市周辺の交通量や、プロスポーツのデータがラッシュ均衡で説明できるということを見せる。第6章6.2節6.7節要は、落体の法則を説明する、物理学の教科書が、 数式と並んで、理論通りに、綺麗に放物線を描いて飛ぶ、ボールのストロボ写真を載せるのと同じようなことを経済学でもやってみよう、ということである。こうしたストロボ写真があるからこそ、理論を信頼しよう、学んでみようという気が起こるのである。これは、言うは安し、行うは難しいで、納得の行く実例を蓄積するまでに、長い時間がかかってしまった。しかし、この度満足の行く実例が、ようやくで揃ったので、本書の観光に至ったのである。 このことによって、数学モデルと現実の接点を見失うことなく学んで行けるものが初めてできた、と自負している。市場理論とゲーム理論のバランスについて、大学院のミクロ経済学と学部のミクロ経済学では、その究極の目的が全く違うということは、内容の主捨選択についても言えることである。伝統的なミクロ経済学の内容であった市場メカニズムの理論は、研究分野としては成熟しており、最新の研究の多くは、 ゲーム理論や情報の経済学によって生み出されているのが現状である。したがって、最新の研究成果を生み出すことを目指す欧米の主要な大学院のミクロ経済学では、試食メカニズムの理論は、簡単に終わらせて、半分から、三分の二を、今や、情報の経済学やゲーム理論に当てている。そうした大学院教育を受けた若い研究者は、やがて、学部のミクロ経済学にも、この潮流を輸入しようとするかもしれない。私は、 これに大きな器具を抱いている。というのは人類が長い時間をかけて築いてきた市場という制度の機能を正しく理解することこそが経済現象を理解したり正しい経済政策を立案したりするために最も必要なことだからである。最近の研究のトレンドに合わせて市場メカニズムの説明を学部の教科書から大幅に減らすというのは言ってみれば物理学の基礎教育でニュートン力学を教えるのをはしょって ソリュシ理論をたくさん教えるようなものである。そこで、私の講義では、全体の約7から8割を、伝統的な市場メカニズムの解説に当て、残りを、情報の経済学とゲーム理論の基礎の解説に当てている。私は、この程度のバランスの取り方が、学部のミクロ経済学のあるべき姿だと考えている。経済学の新しい成果である、ゲーム理論については、市場メカニズムの理論と並んで、非常に重要なものであるので、 私は、何を隠そうゲーム理論の研究者である、ミクロ経済学とは、別立てのゲーム理論のコースを、必修科目の一部として、詳しく教えるのが適当であろう。実際、平成27年度からの東京大学経済学部のカリキュラムは、このようになっている。2014年、成果。菅取道広。0.1。ミクロ経済学の方法。どんな社会でも、必ず解決しなければならない基本問題として、次のものが挙げられる。 1>, 1、誰が ?2、何を ?3、どれだけ ?4、どうやって作るか ?5、誰が ?6、何を ?7、どれだけもらうか経済学では、普通1から7まで全てをまとめて、資源配分、リソース、アロケーションの問題といい、そのうち5から7を、特に、分配、ディストリビューションの問題と呼んでいる。様々な社会は、こうした事柄を決めるために、 様々な社会制度、ルールを採用している。封権制、計画経済、市場経済等がその例である。経済学が答えるべき基本問題とは、それぞれの制度、ルールの下で、1、どんな結果がもたらされるか、また、2、その結果がいいか悪いか、を判断することである。このうち、1を、事実解明まとポジティブな問題、2を、規範まとノアアマティベな問題という、 ミクロ経済学は、これらの問題に、次のような特別な方法で取り組むところに、大きな特徴がある。ズレーテ1を見てほしい。1、そもそも、どんな資源配分が物理的に可能か、つまり、社会の生産能力、技術をきちんと定式化する。2、社会を構成する一人一人の個人が持つ利害関係を明らかにする。異なった人々は、異なったニーズ、好みを持っているはずで、こうした個人の好み、これを、 ミクロ経済学では、ちょっと気取って、先行、プレヘレンススというをきちんと定式化する。3. 資源配分を決めるための制度、ルールをきちんと定式化する一四 4. その制度、ルールの下で、人々がどう行動するかについては、上の1と2をとにして、各人は、自分にとって、可能な行動の中で、最も好ましいものをとるという、多くの経済問題において、最も重要と思われる行動原理。これを、合理的行動というに基づいて、 統一的に説明する。5. その結果実現する資源配分の良し悪しの判断も、やはり社会を構成する一人一人の好み、選考に基づいて、民主的に行うに。つまり、個々の経済主体、消費者、企業の経済行動を立する動機、誘引、インセンティブを解明し、また、結果の良し悪しを、国民一人一人の利害関係をもとに判断するということである。ミクロ美史的経済学という名前がついているのは、 このように経済を構成する個々の経済主体を詳しく分析するからである。やや抽象的で分かりにくいと思うので、日本は、米の輸入を自由化すべきかという具体的な経済問題を、例にとって、上で挙げたミクロ経済学の方法を、ごく大雑把に説明してみよう。まず、この問題は、自由化したらどうなるかという事実解明的な問いと、その結果がいいか悪いかという規範的な問い。 に分けられる。前者は事実関係についての問いだから、真実は一つのはずで、白黒の決着がつけやすい。これに対して、後者は価値判断の問題なので、様々な人が異なった意見を持ち得る。このように、問題を性格の異なる二つの部分に分けるのは、建設的な議論を進めるのに大いに役立つはずである。0.2。事実、解明的な問いとミクロ経済学。さて、自由化は、 米の値段や生産量を変え、他の産業にも様々な波及効果を生むはずだが、これを分析するのに、自由化というのは、米の値段を下げるものだとか、米が安くなれば、パンが売れなくなるはずだとかの常識を使った議論を、その場その場で考えるのではなく、ミクロ経済学では、自由化の効果を、農民、消費者、他の生産者などが、一定の技術の下で合理的に行動する結果として、統一的に説明する。具体的にどうやるのかは、 本論でのお楽しみとしよう。合理的行動というと、血も涙もない話のように聞こえるが、これは、各人は、自らの利益に従って行動するという、経済問題において、最も重要と思われる要因をはっきり捉えるということである。言い方を変えれば、経済を運営するには、各人に、適切な動機づけをすること、インセンティブを与えることが欠かせないことをはっきり理解するということである。ミクロ経済学が、 合理的行動の原理や数学モデルを使って導き出す結論の多くは、例えば価格が上がると供給が増えるというような常識でも十分理解できるものが多い。物理学のように高速に近いロケットに乗ると時間の進み方が遅くなるなどというあっと驚く結論が次々に出てくるわけではない。では、なぜ数理モデルなどわざわざ使って持って回った分析をするのか、はじめから常識をなぜ使わないのかというと、それは 我々の議論に大きな見落としや論理の穴がないかをチェックする有効な方法だからである。我々が常識として持っている知識は極めて断片的で曖昧なもので時として全く正反対の結論をもたらすことすらある。例を一つ挙げてみよう。事例0.1価格転嫁と常識的議論の問題点原油価格が近年高騰していますが、図零点二特にそれが激しく上がり始めた2005から2006年に 燃料費が上がった時、製品を値上げして、コスト上昇の付けを消費者に回すことができるのは誰かということが盛んに議論されました。これを価格転嫁と言います。マスコミやインターネット上での大多数の意見は、大企業は、その強い力に物を言わせて値上げをし、燃料費の上昇の付けを弱者である消費者に回しているが、激しい競争にさらされている中小企業は、力が弱く、価格転嫁ができずに困っている。 というものでした。しかし、少数ながら、逆の意見もありました。読売新聞北海道版は、次のように述べています。35点が、値上げに踏み切った。価格競争が激しい石油業界では、スタンドが、卸値の上昇分を吸収する余力は、ほとんどなく、小売価格に転嫁せざるを得ない状況となっている。読売オンライン、2005年5月3日。この事例からわかるのは、次の2つのことです。 一、社会問題に関する常識的議論は、何でも当たり前に思えてしまう。激しい競争にさらされている中小企業は、力が弱く、価格転嫁ができずに困っていると言われれば、そんなの当たり前だと思えるし、また、激しい競争にさらされている中小企業は、余力がほとんどなく、小売価格に転嫁せざるを得ないと言われれば、やはり、そんなの当たり前だと思えてしまうのではないでしょうか。しかし、よく考えると、これらは、全く、 逆のことを言っているのであり、両方が正しいはずがありません。したがって、我々は、二つ目の教訓を得ます。二、常識的議論は、時として、全く、正反対の結論を導く。このような問題をはらんだ、常識的判断によって、人々の利害に密接に関わる経済問題を論ずると、往々にして、議論が感情的になり、声の大きい方が勝ちという、野蛮な状態に陥りやすい。議論を生産的にするには、各人は、 自らの利益に従って行動するというような、経済問題において最も重要と思われる原理から出発して、議論の論理的な道筋を注意深くチェックしていくのが極めて有効である。ミクロ経済学が合理的行動や数学モデルを使って注意深く議論を進める理由はまさにここにある。上の事例からわかる通り、常識的議論が100あったら、そのうち90はどこかおかしいものと思って差し支えない。 ミクロ経済学の一つの大きな役割は、こうした様々な常識的な議論の中から、本当に筋の通ったものを発見するための道具を提供する、ということなのである。コメント0.1。ところで、価格転嫁に関する上の二つの意見のうち、本当に筋が通っているのはどちらでしょうかこのことは、本書を読み進めると明らかになるのでお楽しみに。また、ミクロ経済学の一つの役割は、常識的な議論の中から、 本当に筋の通ったものを発見することであるということが納得できるような具体例を、第一章の事例1.1でお見せします。0.3。規範的な問いとミクロ経済学。さて、話を、米の自由化に戻そう。事実、解明的な分析で、自由化の影響が明らかにされたら、次に、いよいよそれが望ましいかどうかを判断することになる。ミクロ経済学の特徴を浮き彫りにするために、これを、古い考え方と対比してみよう。 例えば、かなり古い経済思想である、重症主義は、なるべく貿易黒字を出した方が、一国のためになると主張し、1990年代の日米貿易摩擦でも、この考えが復活した、自由化による外国米の流入は貿易赤字を増やすので望ましくない、と結論するだろう。また、農業を国の基本と考える、収納主義は、自由化による国内農業の衰退に断固反対するだろう。これに対し、ミクロ経済学は、 貿易黒字は国のためとか、農業は国の基本というような大雑把な形の価値判断をせずに、社会を構成するのは結局は個人なのだから、国民一人一人の利害に即して、物の良し悪しを判断すべきだと説く。つまり、自由化によって、誰が得をし、誰が損をするのか、また、得をする人は、損をする人に、十分な保障を与えることができるのか、などを考慮して、自由化の是非を論ずるのである。これをどうやるかは、 第3章で市場均衡を説明する際に明らかになります。以下では、こうしたミクロ経済学の方法とは、具体的にどんなものなのかを、その考え方と使い方に重点を置きながら、順次詳しく学んでいく。第1部は、本書の主要部分をなすもので、市場の機能を理解することに当てられる。特に、多数の消費者と多数の生産者が、市場で活発に競争する場合、これを完全競争状態というに何が起こるかが明らかにされる。 これは、価格理論と呼ばれ、伝統的なミクロ経済学の主要部分をなすものであった。本書ではこれにとどまらず、最近の理論経済学の進展に従って、完全競争的な市場の枠に収まらない様々な経済問題を分析するための基礎理論、すなわち、情報の経済学とゲームの理論について、第2部で入門的な解説を行う。すぐわかるように、これから学ぶことは、数式やグラフを使った技術的なものになっている。 それは、一えに、経済、社会の問題を議論する際に使う言葉の意味をはっきりさせ、議論の道筋があっているかを、多数の人間が、共通の理解の下にチェックできるようにするために必要となるものなのである。冒頭にも述べたように、数式やグラフを使うといっても、一から丁寧に解説していくので、どうかご心配なく。そして、これまで、数学がどうも苦手だった人も、数理モデルを使えば、経済や社会現象のこんなことがわかるんだ。 と、関心を持っていただけるような、様々な興味深い結果を解説していくことにしたい。1、20.1の各人の行動から資源配分に向かう矢印が、制度、ルールを表しているということが、ちょっとわかりにくいかもしれないので、例を使って説明しよう。制度やルールは、そもそも、人々が、どんな行動を取ることが許されているか、と、どんな行動を取ったら、どんな資源配分が実現するか、を定めるものである。例えば、 市場経済では、消費者には、選択の自由が与えられ、予算が許す限り、どんなものを買っても良い。一方、計画経済では、消費者が取り得る行動は、政府のアンケート調査に答えることや、政治家に陳情することであり、これによって、何が消費できるかが決まるわけである。に、どのようにやるのかは、後で、順次詳しく解説していきます。また、この章でも、ごく簡単に、概要をお話しします。 この続きが気になる方は、本を購入して読んでみてください。終わり。つけ、その本当の面白さと有用性を体感するには、ある程度進んだ内容までをしっかり理解することが大変有効だからです。経済学は、100年以上の試行錯誤の末、混沌としているように見える現実の一面が、理論モデルを使って、明快に捉えることができるということを明らかにしました。ミクロ経済学の醍醐味は、こんなもの。 理論モデルを使ってあんなこと、現実がわかるのか。という、めまいがするような発見です。こうした醍醐味を味わってもらうために、本書では、次の点に、特別の工夫が凝らしてあります。経済学の中核にある理論モデルを、がっつりと正面から学びますが、この本だけをじっくり読めば、必ず理解できるように、徹底的にわかりやすく解説します。予備知識についても、文化系の高校2年の数学で習った内容をぼんやりと覚えていればわかるように、 必要な数学は、その都度、その場で、一から解説するように心がけました。これまでのミクロ経済学の教科書が、理論モデルの解説に終始して、現実との関係を軽視してきたことに対し、本書では、ミクロ経済学の理論モデルに当てはまる現実の事例をたくさん、そして詳しく紹介します。現実の企業、東北電力の限界費用と平均費用、ピグ税ーーの実例としてのロンドン混雑性、 ナッシュ近郊の実例としての浜松市周辺の交通量、囚人のジレンマの実例としてのリニエンシー制度、などです。p x i i の事例一覧を見てください。グローバリズムはなぜ起こるのか、TPP に参加することの利点と問題点とは何なのか、新自由主義と反グローバリズムの思想的対立をどう見たらよいかなどの、時事問題や社会思想の問題に、経済理論が鋭い洞察を与えることを示します。書き方としては、読んでいてドライブ感があるものを目指しました。 プロの学者は、七面倒くさい自分の専門分野の細々とした事項をしっかり身につけるために、自分なりのストーリーのようなものを組み立てて理解しています。こうしたストーリー性があって、初めて集中力を要求する面倒くさいことが、すっきりと頭に入るわけです。著者がこれまでに学んだいくつかの優れた教科書は、おしのべて書き手が教える内容を理解する際のストーリーの展開が見えてくるものでした。まるでストーリーがあるように、どんどん話が展開していって、 読み出すと止まらなくなる。こういったものを目標にしてみましたが、果たしてどれだけ成功しているでしょうか。本書を読んで、一人でも、多く、の人が、経済学の考え方を身につけて、世界の見方が変わった。と、実感できるようになることを願ってやみません。また、我が国では、様々な事情から、経済政策を担当する政治家や官僚、そして、それを評価するマスコミが、 経済学の正確な知識を持っていないのが現状です。経済学の正確な理解をもとに、社会問題を考えることを、エコノミックリテラシーを持つと言います。多くの市民がエコノミックリテラシーを持つきっかけを本書が作ることができれば、著者としては嬉しい限りです。本書を使われる先生方へ、あるいは、経済学を学ぶ上での本書の伝統的な思考メカニズムの解説に充て、残りを、情報の経済学とゲーム理論の基礎の解説に当てている。 私は、この程度のバランスの取り方が、学部のミクロ経済学のあるべき姿だと考えている。経済学の新しい成果である、ゲーム理論については、市場メカニズムの理論と並んで、非常に重要なものであるので、私は、何を隠そうゲーム理論の研究者である、ミクロ経済学とは、別立てのゲーム理論のコースを、必修科目の一部として、詳しく教えるのが適当であろう。実際、平成27年度からの東京大学経済学部のカリキュラムは、 このようになっている。2014年、成果。カンドリ・ミ0.1。ミクロ経済学の方法。どんな社会でも必ず解決しなければならない基本問題として、次のものが挙げられる。1、誰が。2、何を。3、どれだけ。4、どうやって作るか。5、誰が。6、何を。7、どれだけもらうか。経済学では、 普通1から7まで全てをまとめて、資源配分、リソース、アロケーションの問題といい、そのうち5から7を、特に、分配、ディストリビューションの問題と呼んでいる。様々な社会は、こうした事柄を決めるために、様々な社会制度、ルールを採用している。封建制、計画経済、市場経済等がその例である。経済学が答えるべき基本問題とは、それぞれの制度、ルールの下で。 どんな結果がもたらされるか。また。に、その結果がいいか悪いか。を判断することである。このうち、一を、事実解明まとポジティブな問題。二を、規範的とノアアマティベな問題という。ミクロ経済学は、これらの問題に、次のような特別な方法で取り組むところに、大きな特徴がある。図レー一を見てほしい。一、そもそも、どんな資源配分が物理的に可能か、つまり、 社会の生産能力、技術をきちんと定式化する。2、社会を構成する一人一人の個人が持つ利害関係を明らかにする。異なった人々は、異なったニーズ、好みを持っているはずで、こうした個人の好み、これを、ミクロ経済学では、ちょっと気取って、先行、プレヘレンススというをきちんと定式化する。3、資源配分を決めるための制度、ルールをきちんと定式化する4、その制度、ルールの下で、 人々がどう行動するかについては、上の1と2を基にして、各人は、自分にとって、可能な行動の中で、最も好ましいものをとるという、多くの経済問題において、最も重要と思われる行動原理。これを、合理的行動というに基づいて、統一的に説明する。5. その結果実現する、資源配分の良し悪しの判断も、やはり社会を構成する一人一人の好み、先行に基づいて、民主的に行うに。つまり、 個々の経済主体、消費者、企業の経済行動を立する動機、誘引、インセンティブを解明し、また、結果の部分納得できるような現実の事例を提示することによって明らかにする、ということである。例を挙げてみよう。U 字型の平均費用と右上がりの限界費用の図をサッと書いて終わり、ではなく、東北電力のプラントレベルのデータから積み上げて計算した限界費用曲線の実例を見せる。第2章2.2説、D 項。 需要曲線と供給曲線を適当に描いて、この三角形の部分が地下重ですという、今一つ現実感を伴わない経済政策の分析ではなく、各種のデータから、どうやって地下重の大きさを割り出すことができるかがわかるようにして、TPP と米の自由化を評価する。つまり、部分均衡分析を使った本格的な経済分析の実例を見せる、第3章3.2説。ゲーム理論では、 仮想的な数値例を出すばかりの教科書がほとんどであったのに対し、浜松市周辺の交通量や、プロスポーツのデータが、ラッシュ近郊で説明できるということを見せる。第6章6.2節、6.7節。要は、落体の法則を説明する、物理学の教科書が、数式と並んで、理論通りに、きれいに放物線を描いて飛ぶ、ボールのストロボ写真を載せるのと同じようなことを経済学でもやってみよう、ということである。こうしたストロボ写真があるからこそ、理論を信頼しよう。 学んでみようという気が起こるのである。これは、言うは安し、行うは難しいで、納得の行く実例を蓄積するまでに、長い時間がかかってしまった。しかし、この度満足の行く実例が、ようやくで揃ったので、本書の観光に至ったのである。このことによって、数学モデルと現実の接点を見失うことなく学んで行けるものが、初めてできた、と自負している。市場理論とゲーム理論のバランスについて、 大学院のミクロ経済学と学部のミクロ経済学ではその究極の目的が全く違うということは内容の主捨選択についても言えることである。伝統的なミクロ経済学の内容であった市場メカニズムの理論は研究分野としては成熟しており最新の研究の多くはゲーム理論や情報の経済学によって生み出されているのが現状である。したがって最新の研究成果を生み出すことを目指す欧米の主要な大学院のミクロ経済学では 市場メカニズムの理論は簡単に終わらせて半分から三分の二を今や情報の経済学やゲーム理論に当てているそうした大学院教育を受けた若い研究者はやがて学部のミクロ経済学にもこの潮流を輸入しようとするかもしれない私はこれに大きな器具を抱いているというのは人類が長い時間をかけて築いてきた市上という制度の機能を正しく理解することこそが経済現象を理解したり 正しい経済政策を立案したりするために最も必要なことだからである。最近の研究のトレンドに合わせて、試食メカニズムの説明を、学部の教科書から大幅に減らすというのは、言ってみれば、物理学の基礎教育でニュートン力学を教えるのをはしょって、素粒子理論をたくさん教えるようなものである。そこで、私の講義では、全体の約7から8割を、ミクロ経済学の力、カンドリ・ミキヒロ。はじめに、経済、価格。 微順、税金、保険。こう言うと、新規臭いお金儲けの話か、できたら聞きたくないな、と思わないでしょうか。しかし、我々が生活する上で、日々当たり前と思って接している、手垢にまみれたこうした事柄を、深く深く掘っていくと、クリスタルの結晶にも似た、驚くべきメカニズム、社会を動かす仕組みが発掘できるのです。それを見てみたいと思いませんか。実際、社会人1000人が考える、今、 学ぶべき教養ランキングを見ると、1位、日本史全般。2位、経済学。3位、日本文化の知識。4位、世界史全般。5位、現代文学全般。となっています1。実社会で活躍する人々が、経済学を、今、学ぶべきと感じているということは、日々の実務経験だけではわからない。社会を動かしている何かがありそうだ。それを、体系的な知識として身につけてみたい。 と通感しているということでしょう。こう聞くと、学生諸君も、今のうちから社会を見る力を、体系的に身につけておきたい、と思うのではないでしょうか。私に任せなさい。本書は、経済学の予備知識を、全く前提とせず、経済学の本質的な内容を、1から、かなり高度な内容まで、これだけ読めば必ずわかるように、特別に工夫して書かれたもので、想定する読者は、経済学を学ぶ大学生、大学院生、 のみならず、次のような人たちも含みます。経済政策を担当するために最低限必要な技術と知識を身につけようという官僚や政治家。経済を担当するマスコミ関係者で、国際標準の経済知識をきちんと持っておきたいと思っている人。もう、一度経済学を体系的に学びたいと思っているビジネスパーソン。時事問題や日本の進路など、天下国家を論じてみたい。そのためには、 経済の基本的な仕組みをしっかり知っておきたいと思っている人。シンクタンクや館長で経済分析を担当するエコノミストで経済学の基本を押さえるハンドブックが必要であると思っている人。経済学専攻ではない、なかったが、経済学を知ってみたいという人。知的好奇心に溢れた高校2.3年生。このような一般の読者にも読めるようになっていますが、本書はお手軽なハウツーものではなく、 経済学の標準的な内容をきっちりと網羅したものになっています。具体的には、本書は、私が長年にわたって行ってきた、東京大学経済学部の基本科目である、ミクロ経済学の講義をもとにしたものです。講義の対象は、これから経済学を専攻することが決まった、学部の2年生ですが、比較的進んだ内容まで、一からわかりやすく教えることが伝統となっており、学部の中、上級から大学院初級くらいまでの内容をカバーしています。 2年生向けに、初めから、比較的高度な内容を教える伝統が、我々にあるのには、理由があります。それは、経済学的な考え方を身につ,つ位置づけを知りたい読者へ。大学1年生向けの、経済学入門や初級ミクロ経済学に続いて、経済学部生が、卒業までに学ぶべき中級、上級向けの教科書、すなわち、経済学で、本質的な役割を果たす、数理モデルをきちんと説明したものには、大きな問題があると著者は感じており、 それを乗り越えるための新しいスタイルの教科書を書きたいというのが本書執筆の動機である。このことを料理に例えてわかりやすく述べてみよう。料理と包丁、経済分析とは切れ味の鋭い包丁で現実を見事にさばいて料理を作り上げることに似ている。この包丁に当たるのが経済理論であり、料理が現実の経済現象の説明や経済予測、経済政策の立案や評価である。経済学部生や 経済学の考え方を身につけたいと思っている一般の人たちが一番知りたいと思うのは経済理論という包丁を使えばどんなに素晴らしい料理ができるのかということであろう。ところが現状の多くの中上級の教科書の問題点はそれらがずらりと並んだ包丁理論モデルのカタログと使い方マニュアルになってしまっており肝心のどんな料理ができるのかがほとんど書かれていないということである。 こうなってしまった理由は、中、上級の教科書の究極の目的は、その内容を大学院で教えるミクロ経済学になるべく近づけることであるという、とんでもない誤解である。大学院の目的は、研究者の要請であるので、そこで要求されるのは、各種理論モデルを、論文の中で、正確に操作する技術を身につけ、さらには、新たなモデルを開発することである。このため、大学院1年目のミクロ経済学では、まさに、 包丁、理論モデルのカタログと使い方マニュアルを徹底して学ぶことになる。それはそれで良い。しかしながら、学部レベルでの究極の目的は全く違う。学部生や、経済学に興味を持つ一般の人は、プロの料理人、経済学者になるのではなく、お客さんとして、さあ、どんなに素晴らしい、料理、経済学の成果が出てくるのかな、と期待しているのだ。そんな人たちに向かって、こんな包丁もあります。これは、 最新式でこんな風に切れますなどと、包丁の説明ばかり延々とやっていたのでは、一部の包丁マニア、理論付きの少数の学生たち以外の真っ当な人たちは失望するばかりである。残念ながら、多く、の中、上級向けの教科書は、まさに、そのような場違いな説明をするものになってしまっている。ストロボ写真を、経済学にも、そこで、本書が取ったイノベーションとは、次のようなことである。初級の学習が終わって、 次の段階に進むためには、これまで、の中、上級の教科書がカバーしているようなプロ仕様に近い包丁、進んだ理論の説明は、どうしても必要である。したがって、カバーする内容は、これまでと同じ、極めて標準的なものを踏襲する。しかし、各種の包丁理論を説明する際には、それを使うと、どんな料理ができるか、ということを、理論とよく合致することが中、